はい、今回は航空業界 JAL 巨額赤字ということでね、コロナ倒産ということでやっていきたいと思います。まあ、最近ねコロナでねやばいよやばいよってね、まあ、大手企業がもうどこもかしこも言われているような状態だと思います。例えば自動車業界だったら日産とかね、まあ、そういうところもやばいよ潰れるよって言われてたりしますよね。で他にはねあと旅行業界とかねそういうところもやばいと言われてると思います。で航空業界も例外じゃなくてというかむしろかなりやばくて JAL も ANA も倒産しそうだよっていうことはもう世間でねよく言われてると思います。でそれが本当なのかで、やばいとしたらどれぐらいやばくていつ頃まで持っていつ頃潰れるのか、まあ、そういうことをねあの数字を交えながら予想していったり説明していったりするっていうことをやっていきたいと思います。でこれは航空業界だけじゃなくて他の業界についてもね、まあ私のチャンネルを見ていただければ旅行業界とかもやってるんで、まあ、よろしければねチャンネル登録して見ていただけると嬉しいです。で旅行業界とか航空業界に限らず他の業界であってもあのこの会社どうなのっていうのがあったら調べて説明していきたいと思うのでよろしければねコメントお願いします。で他の業界もどんどんやっていくんであのチャンネル登録お願いします。多分ねこの辺にボタンがあってこの辺にねボタンがあってチャンネル登録できると思うんであのぜひねポチッと押していただけると嬉しいです。はい、ポチッとねポチッとお願いします。で、じゃあ今回ねあの航空業界 JAL 巨額赤字ということでやっていきます。はい、はい、まずね第一四半期の決算内容ですね。第一四半期っていうのは4月から、6月の30日までの3ヶ月、まあ、4月からの3ヶ月ということですね。まさにコロナの全盛期の時の内容ですね。まあ、こういう資料があのアップされていて、まあ、これねどこもあの上場企業だったらアップされてるんですけども、こういうものをね見ながら説明していきたいと思います。でこの資料結構膨大で、まあ、見方も分かりにくかったりするんで、まあ、ポイントだけをねあのピックアップして説明していきます。分かりやすくね説明していきます。はい、分かりやすく解説しますよということです。はい、でまずね JAL の売上なんですけど、2020年の4月から6月末まで、まあ、3ヶ月ねコロナの全盛期の3ヶ月なんですけど、あの763億の売上がありました。まあまあ売り上げあんじゃんと思いますよね。でもねこれ実は去年の5分の1なんですね。5分の1なので、まあ、結構やばそうなのはまあやばそうだというところですね。はい、でも実際大事なのは売り上げじゃないということで、あの JAL の営業利益を見てみます。まあ、あの売上がね小さくなっても赤字じゃなければまあいいわけですよ。うん、まあ赤字なんですけどね。あので実際同じ時期の、まあ、コロナの全盛期の3ヶ月について見てみます。で、マイナス1348億の赤字ということで、まあ、結構ねやばい赤字です。はい、で、まあ、とはいえねこんだけ赤字を抱えてて、まあ、じゃあどうなのという話なんです。いつ潰れるのと、うん、いつまで持つのという話なんですね。それをちょっと考えていきたいと思います。で、まあ、コロナのせいでね1ヶ月あたりにすると450億の赤字なんですよね。まあ、あと何ヶ月耐えられるかということですね。でまず JAL の預金残高ですね。まあ、つまりまあ貯金いくらあるのと、うん、金いくらあるのという話です。まあ、これね出てるんですよ。で見てみると3943億持ってるよという話なんですね。で毎月450億の赤字なんだから計算すると3943÷450ということでね、まあ、大体 8.7 ヶ月、まあ、これぐらいはね、貯金で全然やっていけるよと、現金持ってるからやっていけるよっていうことなんですね。うん、で、まあ、大体ね9ヶ月弱ぐらい、まあ、8ヶ月から9ヶ月ぐらいね持つよということが分かります。でじゃあ9ヶ月だったら潰れちゃうのというのが、まあ、非常に気になるところだと思います。まあ、でもねそれはちょっと違います。あのよくね世の中のインターネットとかでもうこれぐらいしか現金がないからいつ潰れるよとか言われてるけど、それはね嘘です。うん、っていうのはあの資産があれば、要はね持ってるものって現金だけじゃないんですよ。建物とか飛行機とかそういうものをいっぱい持ってるわけですよ。そういうものを持ってたらそのものを売ることができるじゃないですか。まあ、売ることができるということは逆に言うとそれを借金の方に銀行がお金を貸してくれるんですよね。なので見なきゃいけない重要なポイントっていうのは実は現金をいくら持ってるかじゃなくて純資産がいくらあるかっていうところを見なきゃいけない。まあ、これがね、まあ、言ったら全財産と、まあ、借金とかを総合すると、まあ、借金を返したらいくら残るかっていう話なんです。まあ、つまり純資産イコール全財産と考えてください。うん、ということでこの純資産を見ると9344億ということで、まあ、まあまああるということなんですね。
でこれをまあ割り算してみると9344÷450 ということで割り算すると 20.7 ということで、まあ、大体ね2年弱ぐらい持つかなということが分かると思います。はい、なので、まあ、現金だけだと手元にある現金だけだと確かに9ヶ月しか持たないんだけど、持ってる全財産を考慮すると2年持つよという話になるんですね。うん、なので JAL は、まあ、すぐに、ね、潰れるっていうことはないと思うし、まあ、2年以内であれば、うん、まあ、コロナも、ね、収まってもおかしくないかなというふうに思います。で計算上、JAL の方が ANA より長生きします。まあ、僕の計算だとね ANA の方が多分先に寿命が来るという感じなんで多分 JAL は大丈夫。 ANA が潰れるとANA のお客さんが JAL に流れるのは確実に起きることですから、まあ、JAL の方がね長生きすると思います。なんで実際にはこの2年より長く生き延びると。まあ ANA の方はね別の動画作ってるんでできればねそっちの方も見てください。はい、ということでね今回どうだったでしょうか。分かりやすくね説明したつもりなんですけどここが分からなかったよとかいうのがあったらねぜひコメントいただけると嬉しいです。で他の会社もね別に航空業界とか旅行業界に限った話じゃなくてまあこの会社どうなのとかねいうのがあったら企業名挙げていただけるとまあチェックして分かる範囲でね分かりやすく説明したいと思います。まあ上場企業だったらね大体調べられるんじゃないかなと思います。ということでチャンネル登録よろしくお願いします。まあ今回ね良ければ高評価していただけると嬉しいです。はい、じゃあありがとうございました。